白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は苦痛が最大の学びにというテーマのお話を聞いていただければと思います。まず人間のその脳の働きからですね、ちょっと確認したいと思うんですけれども、人間の脳っていうのは苦痛体験であればあるほど強く記憶するという、そういう働きを持ってるんですね。人間の脳っていうのはその体験が苦痛であればあるほど、強く記憶する、深く記憶しておくっていう、そういう働き機能を持っています。でこれなぜかっていうことなんですけれども、すごく分かりやすくですね、ちょっとこう原始時代のことを考えるとですね、分かりやすいかなっていうふうに思ってるんですけど、例えば今から1万2000年前ですね、日本が縄文時代というふうに呼ばれていた時代ですけれども、その頃は狩りや漁ですね、もしくはその採集ですよね、その果物とか野菜とかを集めてですね、その野草っていうか、その草とか、そういったものを集めて、それを食べていたと、そういった時代があったわけですよね。でそういった時代、狩猟採集の、時代っていうのは、とにかくあるものを食べないといけないということで、目の前にですね、例えばキノコがあったとしますよね。でこれすごくこうね食べられそうだということで、食べてみたとします。そしたらそれがね、なんと毒キノコだったということで、その後それを食べてしまった後に、すごいね、苦しんだという体験があったとしますよね。幸い苦しんだだけで命は助かったとしたとして、自分がすごい苦しんだ、毒キノコを、口に入れてしまったがゆえにものすごい体調が悪くなって苦しんだということであれば、それはものすごく深く脳に刻まれるわけですよね。それはその後自分を助けることに役立つわけです。もう二度とね全く同じ毒キノコは今度は、選ばないっていうか、今度は口にしない、食べないで済むということですよね。もしこれが簡単に忘れてしまう、っていうことであると、同じ失敗を何回も何回もしてしまうということになるわけです。だから一回毒キノコ食べました、ですごい苦しみました、だけど簡単に忘れちゃいましたと、全くさっぱり、きれいさっぱり忘れてますと、いうことでまたね全く同じ毒キノコを食べるってなると、自分の生命守れないですよね。なんですけれども、苦痛体験であればあるほど、その体験が辛ければ辛いほど、きつければきついほど、結局深く記憶が刻まれるので、だから忘れるってことがないわけです。だから一回食べた毒キノコ、全く同じ毒キノコはもう二度と食べないで済むということですよね。そうやってこう自分の生命っていうのを守るために、苦痛体験であればあるほど人は深く強く脳に記憶すると、そういう働きを持っているということですね。でこの脳の働きっていうのは今のですね、それこそ1万2000年経った私たち現代人でも全く同じ働きというのを持っています。だからその体験がきつければきついほど、辛ければ辛いほど、苦痛であればあるほど、結局深くその記憶に刻まれると、覚えているということになるんですね。でそうした時に、今回は苦痛こそが最大の学びにというテーマなんですけど、私たちの抱えている課題、問題、悩みっていうのは、その毒キノコを食べるか食べないかっていうよりはずっとやっぱ複雑になってますよね。毒キノコであればもうね覚えてさえすればいいわけですよ。いやこれはね食べてすごい毒キノコだったんでね、だからもうこれから食べないっていうことで、食べる食べないで、次から食べなければもうそれで済むということになるわけですけれども、私たちの場合はですね、もう少しこう課題っていうか問題が複雑ですよね。例は何でもいいんですけれども、仮にですね、いわゆる一般論として、人生最大三大苦痛ですね、人生三大苦痛と呼ばれている離婚、破産、親しい人の死、この3つっていうのをちょっとね、例として取り上げてですね、学びを深めていきたいと思います。だから離婚っていうのが、すごい大きな苦痛になりうると、それから破産ですよね、これがすごく大きな苦痛になりうると、あと自分にとって本当に親しい人の死っていうのがすごく大きな苦痛になりうるということですよね。でこの苦痛っていう体験をもししたということであれば、その記憶っていうのはやっぱり他の出来事よりもはるかに本人にとっては強く刻まれるということになるわけです。でそうするとやっぱりね、出来事が起きた
瞬間っていうのは、まあ、これは絶対苦しいわけですよ、まあ、基本的には。だからまあね、例えば過去の体験っていうか過去のまあ出来事に対してまあね、すごくこう後悔するっていう気持ちが出てくるかもしれないということですよね。まあそれはもうはっきり言って避けられないと思います。例えばまあ離婚したってことは逆に言えば結婚してるっていうことになりますから、もし離婚がすごく大きな苦痛になったということであれば、じゃあなんでね結婚したんだろうとかね、なんでこの人と一緒になろうと思ったんだろうとか、まあ、そういう後悔の気持ちっていうのがまあ出てくるかもしれないということですよね。まあ、何らかその自分のまあ過去の言動っていうのを後悔する気持ちが出てくるかもしれないということです。まあ、破産したっていうことであれば、もう破産したもしくは破産に近づいたということであれば、じゃあなんでね、あの時ね、まあ、お金を使ったんだろう、もしくはお金をかけて勝負したんだろうということで、やっぱり過去の自分の言動に対してね、後悔する気持ちっていうのが出てくるかもしれないということですよね。で、まあ、親しい人の死っていうのが苦痛になるっていうのはやっぱりね、こういつかきっとそのうちにっていう気持ちがあったっていうことなんですよね。まあ、まるで相手はねこの後もずっと半永久的にまあね、いてくれる生きてくれているっていうような、まあ、そういう幻想を持っていってしまったがゆえに、親しい人であれば、まあ、当然ね、まあ、感謝であるとか恩を返すとか、まあ、いろんなね、ことがあるわけですけど、まあ、結局いつかきっとそのうちにまあ感謝しようとか、いつかきっとそのうちに恩を返そうというふうに思っていたら、そのね感謝する機会もしくは恩を返す機会を永久に失ってしまったと、それがこう苦痛につながっているということですよね。まあ、いずれにしても過去を後悔する気持ちっていうのが出てくるかもしれないということですよね。まあ、それはもう避けることはできないと思います。ただですね、5年10年20年経てば必ず気づくことができるんですね。でそれは何でかっていうと、ね、結局その後苦痛体験の時に人は最も深く考えるからということです。その苦痛をね、もう感じたくないわけですよ。もう二度とその苦痛を感じたくない。じゃあどうすれば感じないで済むかということをすごくこうね、もう人生の中で最も深くまあね、頭を使って脳を使って考えるわけですよ。だから人が一番大きな学びを得る時っていうのは実は苦痛体験であるということなんですね。うまくいった時っていうのは意外とね、あんまり考えないんですよ。なんかね、もうすごいこう漠然と抽象的になんかね、自分が頑張ったからとかね、周りの人のおかげでとか、っていう感じで意外とあんまりこう学ばないんですよね。まあ、そんなにこう真剣に脳を使わないということになるわけです。しかし体験した苦痛が、まあ、痛ければ痛いほど、辛ければ辛いほど、まあ、その苦痛をもう二度と体験したくない、味わいたくないわけですから、じゃあどうすればもう二度とこんなね辛い思いをしないで済むんだろうということで、まあ、すごい脳が、まあ、働くんですよね。ものすごく一生懸命回転をする、そして一生懸命考えるわけです。でその時に人っていうのは一番大きく学び、成長していく、っていうことなんですね。でそれが苦痛が最大の学びにということです。でそうした時にまあね、もちろんその離婚破産したし人のシーンに関してですね、まあ、人それぞれ感じ方っていうのがだいぶこうね、まあ差があったりするんですけれども、まあ、真面目な人であればあるほど、もっと言うとその、ね、自己責任 100% みたいな感じで捉える、人であればあるほど、まあ、その苦痛の度合いっていうのは大きいんですよね。まあ、世の中にはね、離婚を2回3回っていうふうに繰り返してしまう人もいたりしますけど、まあ、そういう人っていうのはあんまりね、その自己責任っていうふうに、まあ、考える、ところがないのかもしれないということですよね。まあ、同じ失敗を2度3度っていうふうにするってことは、ね、そう 100% 自分が悪かったっていう、まあ、そういう捉え方の態度で、まあ、ない可能性があるんですよね。で逆にまあ真面目な人であればあるほど、まあ、100% 自己責任だと、要するに自分が悪かったということで、すごく徹底的にこう自分を責めるっていうところがあるので、まあ、同じ離婚っていう体験だったとしても、その苦痛の度合いっていうのは人によってかなり差がある、個人差があるということですね。ただもし深い大きな学びにするっていうことであれば、やっぱり 100% 自己責任っていう態度の人の方が結果的には大きな学びを得ることになるし、結果的にまあね、同じ失敗を二度しないで済むようになるということですよね。まあ、例えば離婚は1回してしまったんだけど、2回目はまあね、逆にすごく幸せな家庭を築くことに成功できるとか、まあ、そういうふうに大きく学ぶっていうことができるということです。で、まあ、あくまでも一般論ですけれども、まあね、世の中の、ね、風潮っていうか、世間のまあ一般的な状態としてはね、まあ、結構冷めた人っていう
ていうのがやっぱり割合として多いっていうか増えてるような感じが、まあ、個人的にはしています。うん、すごくこうなんかね社会が冷めてるっていうか、ね、苦痛を感じたくないからそもそも挑戦そのものもしないしそもそも挑戦しようっていう願望も持たないっていうね、人がまあねすごくこう増えてるような感じがするんですね。まあ、これはあくまでも個人的な、まあ意見っていうか個人的な解釈なんですけど、すごくなんか冷めてる人が増えてるなっていう感じがしています。まあ、どういうことかっていうと、じゃあ離婚をするくらいだったら離婚がもし苦痛につながるっていうんだったらそもそも結婚願望さえ持たないということですよね。まあ、だから結婚のなんか現実みたいなのを、ねまあ、例えばネット情報とかで先に知っちゃって、ね結局いや結婚って ねこうして幸せに暮らしましたとさハッピーエンドじゃ必ずしもないんだなっていうことがなんかだんだん分かってきてるっていう感じで、うん、だからまあねいやまあ結婚って言っても 100% ね、幸せになる、っていうものではなくて結構ね、まあ、例えば3組に1組は離婚してるとかね、まあ、そういったなんかね、情報とかっていうのを触れるともうそもそも最初から結婚願望そのものを持たない、結婚願望を持たなければ当然結婚しないわけ で結婚しなければ当然離婚の苦痛も、体験しないで済むわけですよね。でそれがなんかねすごいこう賢いあり方であるかのようななんかそういう風潮っていうのをすごく感じたりします。うん、これはまあ破産とか親しい人の死も全く一緒ですけれども、破産もまあ結局破産したってことは結局その人は何らか経済的成功を目指して勝負してるんですよね。自分のお金をかけて勝負してるんですよ。うん、だから、ね結局その自分のお金をかけて勝負して、まあ、結局その勝負にまあ負けてるわけですよね。まあ、それでこう破産もしくは破産に近い状態ということになってるわけですけれども、うん、だったらね、もうはっきり言って節約貯金でひたすらやった方がいいじゃないかということで、まあ、はっきり言ってその経済的成功をそもそも願望として持たないっていうことですよね。もうとにかくいかに、まあ、最低支出で、ね、生活していくことができるかみたいな感じで、まあ、20代30代からも質素倹約貯金みたいな、まあ、そういう状態の人っていうのが、まあ、割合として増えてるという実感があります。もしくは例えば親しい人の死っていうのが苦痛につながるっていうことであれば、だったら最初からね、まあ誰ともね、本当にこう近い関係っていうか深い関係をまあ作らないっていう考え方にまあなりやすいということなんですよね。親しい人が亡くなれば、まあその人が亡くなったことに対してすごくこうね、強い痛みっていうか苦痛を感じるわけで、ね、だったらまあ誰ともね、近い距離にならない、親しい関係にならない、まあお互いなんかね、ちょっとこう冷静っていうか、すごくこうドライな関係でね、まあ広く浅く付き合った方が、まあそれがまあ賢いみたいな、まあ、そういう風潮っていうのをまあ感じているということです。個人的にはね。でもちろん人の生き方っていうのは自由です。価値観も自由です。だからね、いや自分はね、まあ、はっきり言って結婚願望はありませんと。だから結婚したいとも思ってませんと。ね、別に経済的成功なんて目指してないと。ね、もう質素倹約で貯金で、でですね、まあ、とにかくお金っていうのはまあ必要最小限あれば、まあ、それでいいですということで、いや自分はね、何か人間関係っていうのはすごくまあ難しくて、まあ、めんどくさいんで、だからまあ別に誰ともね、本当にこう親しい深い関係っていうのはまあ望んでないという、まあどんな人ともねある一定の距離を取って付き合うとか、まあそうねっていう考えの人だったとして、それはそれで一つの考え方であり生き方であり、まあ一つの価値観なので、まあそれはもちろん自由なんですけれども、ただ社会全体を考えた時ですよ。個人のレベルはともかくとして、社会全体を考えた時に、もしですよ、例えば日本の人たちが、日本人全員がそんな風に冷めてたら、絶対日本っていう社会が発展することはありえないですよね。絶対発展しないんですよ。うん、だって誰もね挑戦しないわけですから、ね、みんななんかねもう質素倹約貯金でね、とにかくこうね、まあ、痛みを避けるためには最初から挑戦をしないというんだったら、そんな社会発展しようがないわけですよ。やっぱり誰かがね、まあ、はっきり言ったら ね熱くてね、バカみたいになんかね一生懸命ね、挑戦するから、だからその成長するっていうか発展する可能性があるということですよね。
だから、まあ、世間一般のその人数の割合としてなんか挑戦して、ね、うまくいってない失敗してる、っていう人たちをね、だから言っただろうみたいな感じで、ね、逆にねなんかこう傷口に塩を塗るような、まあ、そういうこう非難したり批判したりね、だからダメなんだとか、だからうまくいかないと、言ったんだとか、ね、自分はねそんなことね最初からね手を出さなかったから自分はすごく賢いんだみたいな、まあ、そういうね、なんかすごいこう冷たい風潮っていうのを、まあ、感じたりするんですですけど、そんな社会が良くなっていきますかということなんですよ。一人一人個人はいいですよ。一人一人個人は生き方の自由なんで、価値観の自由なんでいいですけれども、社会全体として見た時に、ね、ほら見たことかと、ね、自分はね、そういったことにね最初からね、危ないと思ってたとか危険だと思ってたとか、ということで、まあ、やる前から分かってたんだみたいな感じですごくこう冷めた人ばっかりだったら、そんな社会本当に良くなりますかということですよね。それが本当に賢いのかっていうことなんですよ、そうじゃないっていうことですよね、この動画をもし聞いてくださってる方であれば多分そういう方ではないっていうことですよね、まあ、割合としてはまあ、ね、本当になんかすごく珍しいっていうか 1% みたいな人なのかもしれないんですけど、やっぱりね苦痛を感じてるっていうことは挑戦してるんですよ、絶対に、絶対に挑戦してるんですね。挑戦してるから苦痛を感じてるんですよ。もし離婚っていう苦痛を感じてるっていうんだったら絶対結婚してますよね。で結婚したっていうことは、ね、一度はそのね大事な人、自分にとって大事な人と、ね、一生懸命幸せな家庭を築こうというふうに挑戦したはずなんですよ。だから苦痛を感じてるはずですよね。最初からどうでもいい結婚だったらそんなに苦痛を感じるはずがないわけで、そうじゃなくて、いや自分はこの人と、ね、一緒になりたい、結婚したい、そしてこの人と、ね、一緒に、ね、幸せな家庭を築いていきたい、幸せな人生を歩んでいきたいというふうに一回は決意して、そしてそれに挑戦してるはずなんですよ。でそれだからこそ苦痛を感じてるわけですよね。ってことは苦痛を感じたってことはやっぱり挑戦したっていうのがあったっていうことなんです。でこれ破産とか破産に近い状態っていうのも全く一緒で、ね、その、まあ、質素倹約貯金ではないもう一つの道っていうのに挑戦しているっていうことですよね。だから自分の大事なお金を、ね、ある程度こうね、リスクがあるものに対して、まあ、かけてるわけですよ。でそれで、まあ、結果的には、まあ、自分が思った通りの結果にならなくて、まあ、破産もしくは破産に近い状態っていうことになったわけですけれども、しかしそれは挑戦したってことですよね。不確実な未来に対して成功を、ね、目指して挑戦してるわけですよ。でその挑戦が本気であったからこそ大きな苦痛につながってるわけですよね。そういうふうに苦痛っていうのは必ず前に挑戦っていうのがあったっていうことなんです。そして人間の脳っていうのはこの苦痛の時にこそ一番深く学び、得るということですよね。一番強く深く考えるんですよ。もう二度とこんな辛い思い苦痛を感じたくない、じゃあどうすれば避けることができるか、ということで本当に一生懸命真剣に真剣に考えるんですよね。でその時に脳っていうのはすごく働いて、まあ、結果的にものすごく大きな学びっていうのを得るということになるわけです。でそうした時にじゃあね、まあ、一回例えば離婚をしましたと、でそれで本当に大きな苦痛を体験しましたということで、まあね、過去をすごくこう後悔したり自分自身をすごく徹底的に責めたりとか、まあ、いろんなことがあったとしても、まあ、結果的に、ね、それでじゃあ自分の何が良くなかったんだろう、何が悪かったんだろう、何を改善していけばいいんだろうということを一生懸命考えるわけですよね。そしてその学び、その苦痛の機会とした学びが本当にその自分っていうものを、まあまあ、変えていく、改善していく、そして変えていくんですよね。そして、ね、それが人間として一番大きく成長していくっていうことになるわけです。でそうした時に、ね、まあ、時間が経てばですよね、まあ、時間っていうのはね、時間そのものが薬っていうか、まあ、結局記憶をねやっぱり少し少しこう、薄くしてくれるっていうか柔らかくしてくれるわけですよね。だからまあ自分が離婚したっていう事実自体はまあ、ね、ずっと一生記憶として残るかもしれないんですけど、ただその苦痛みたいなものっていうのはやっぱりね1年3年5年と、経てば経つだけやっぱりどん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 和らいでいくものだったりするわけですよね。だから時間そのものが薬、まあ、日にち薬っていう考え方がありますけれども、まあ、その日にち薬になるわけですよ。だけどその、ね、苦痛を感じてるその1年3年っていう期間にものすごく一生懸命考えますから、何が自分は悪かったんだろう、
何が良くなかったんだろう、どうすれば次はこの苦痛を体験しないで済むんだろうということを本当に一生懸命考えるので、その人がですね、もし仮に再婚したということであれば、次はね、その苦痛の体験を生かして、ね、幸せな家庭っていうのを築いていくことに成功するわけです。これは破産とか親しい人の死も全く同じことで、破産っていうのですごくこう辛い思いをした、すごく苦痛を体験した、だったらどうやったらこの、苦痛体験をもう二度と体験しないで済むんだろうということを本当に一生懸命考えるわけですよね。そして、そしてこれが良くなかったんだ、これが悪かったんだと、でこう次からは絶対こういったことはしないと、逆にこういうふうに改善していけば、今度はうまくいくんじゃないかということを本当に一生懸命頭で考えるので、結果的には大きな、苦痛を感じた人は大きな挑戦したということなんですけれども、その大きな挑戦をし大きな苦痛を感じた人は次はその、苦痛体験っていうのを、例えば経済的成功っていうのにつなげていくことができるわけです。で、親しい人の死っていうのも、じゃあなんでそんなにね、その親しい人の死が苦しいのかって言ったら、やっぱり後悔ですよね。こんなにお世話になったのに、こんなにお世話になった相手なのに、結局、しっかりと目の前で、面と向かって例えば感謝の気持ちを伝えられなかったとか、恩ばっかりひたすら受けて、その恩っていうのを全然返すことができなかったとか、そういう過去に対しての後悔っていうのが親しい人の死の、苦痛につながってるわけですけれども、だからこそその、親しい人の死で苦痛を体験したからこそ時間っていうものをすごく大事にするようになるんですよね。結局いつかきっとそのうちにっていうのが幻想なんだということに、気づくわけですよ。その目の前の相手は、半永久的にずっと自分が生きてる間居続けてくれるっていう勝手な幻想を持ってたわけですけど、実際はそれは幻想だったわけですよね。だからその感謝するとか恩を返すっていう機会を半永久的に、失ってしまっているわけです。だからその親しい人の死を機会にもういつかきっとそのうちにっていう考え方を卒業するんですよね。だからもう今できるんだったら今するという、いわゆるこう即断即決即行動に変わっていく、そのきっかけになるわけですよ。だから時間っていうものに対しての解釈の仕方っていうか、大切に仕方っていうのが全然変わってくる。あ、今できる、だったら今しようということに、すごくなっていくんですよね。そういう、 こう決断力が上がるきっかけっていうのが、親しい人の死っていうのが、もたらしてくれる、恩恵ということになるわけです。なので、苦痛こそが最大の学びにということですよね。もちろん出来事が起きた瞬間っていうのはそれはもうきついと思うんですよ。それはもう辛いと思うんですね。だから後悔するなって言ったって後悔すると思うんですよ。やっぱりね、心がある意味交通事故に遭ってるような状態なので、すごくこう心がすごくこう傷んでる状態ですから、体だったら交通事故にあって体が怪我したってなったら、病院に入院して安静にしますよね。それと一緒で心も一緒で、心もその例えば離婚破産したし人の死みたいなことがあれば、ある意味心が交通事故にあってるようなものなので、すごくこう傷んでるわけですよね。だから、それを安静にしてまず心を一回回復させるっていう期間っていうのは絶対必要だと思うんです。だからその出来事があった時っていうのはすごくこう苦しいというか辛いことだと思うんですよね。で、過去を後悔するなって言ったとしても、記憶がものすごく深く刻まれているので、やっぱり後悔すると思うんですよ。でも、それが1年なのか3年なのか5年なのかっていうのはともかくとして、必ずその痛みっていうのはやっぱり和らいでいくんですね。事実をそのまま忘れるってことはないですけれども、でもその苦痛そのものはだんだん和らいでいくということです。そしてその人っていうのは単に苦しんでるわけじゃないんですよ。単に苦しんでるわけじゃなくて、その時こそ一番学んでるんです。どうやったらそれを避けることができるか、何が悪かったのか、どう改善していけばいいのかっていうことを本当に真剣に考えて学んでるんです。で、その学びっていうのが必ず5年後10年後20年後いきます。絶対いきます。人間ってやっぱそうやって学び、そうやって成長していくものなので、だからもう二度とこんな苦しい思いをしたくないっていうことで、次こそはっていうことで必ずその学びっていうのを生かすんですね。だから結果的には離婚の体験が
があったからこそ、幸せな家庭を築くことができたとかね、破産したもしくは破産に限りなく近い状態まで追い込まれたからこそ経済的成功につなげることができたとかね、親しい人の、ね、死で本当にね過去に後悔したからこそ時間っていうものをすごく大事にして、ね、即断即決即行動ができるようになった、今できるんだったらもう今やっておくということが、ね、できるようになったということで、ね、必ずその将来に、まあ、つなげていくことができる、学びっていうのをつなげていくことができるということです。それは本当にね、なんか夢が叶ったとか成功した後に気づけるものかもしれないんですけど、でも絶対につながっていくので、だから、まあ、苦痛こそが最大の学びということでですね、今本当に真剣に、まあ、考えて学んでいるということでですね、でこの、ね、学びが必ず夢実現につながるんだ、だから挑戦したことそのものを絶対否定しないということです、うん、挑戦したことそのものを絶対否定しないということです。挑戦してよかったんですよ。やっぱり人生ってね、その3年とか5年じゃないんで、ね、10年20年30年ですよね。私たちは80年100年120年時代を生きてるわけですから、うん、だから最初の1年3年とかっていうのはすごくね、まあ、苦しいかもしれないんですけれども、でも5年後10年後20年後は絶対気づけます。絶対にその苦痛体験こそが最大の夢実現とか成功へのね、一番の機会、一番の転機になってたんだ、人生の転機になってたんだっていうふうに必ず気づけることがあるので、学べるときにしっかりと学び、将来の夢実現とか成功につなげていっていただきたいというふうに思っています。はい、今回の動画がですねお役に立ったとか、いうことであれば、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。